メンチ、ね、1年になるもんね。この1年長かったんか短かったのかわけわからんね、うん、稲田峰雄さん、去年娘の真由子さんを突然失いました。イエーイ。んそこ立ってみ。うん、コアラ、オッケー。真由子さんは誰にでも優しく、休みの日にはいろいろな場所に連れ出してくれる親孝行の娘でした。去年6月14日大阪天満のカラオケパブごまちゃんで、店のオーナーだった真由子さんが何者かに殺害された状態で発見されました。死亡したのは発見の3日前、6月11日と見られています。殺人の罪で起訴されたのは店の常連客だった宮本浩被告。起訴後も事件への関与について否認していましたが、押収した服や靴から真由子さんの DNA が検出されたということです。事件の後、真由子さんの友人から1枚の DVD が届きました。撮影されたのは2017年の6月11日。4年後にこの事件と誰も想像するの。一番辛かったのは真由子やと思うでね。一番、今でもそう思うわ。俺もさんかな、そんなに負けてもおられんから、ため息とかあんな一切つかんことしよう思ったわ。ああち、自分自身が変わらんとあかんな思うから、前を向いていかなあかんしね。マイコもそう思っちゃうかな思ったりするからね。少しずつマユコさんの死と向き合い始めています。事件から1年が経ちましたが、裁判の予定は決まっていません。関西テレビは勾留中の宮本被告に接見を申し入れましたが、断られました。法廷であったらほんまに、なんていうの、俺はもうよう犯人のことやけど、よう顔見てる知ってるけど、あんたは知らんやろって、俺はこういうことで写真見てずっと見てるんやから、そういうあれをね一回言うてみたいな思って。この被告に対して思うことって何かありますか。とりあえず素直に喋ってほしいわな、それだけやな。残された家族は真実を明らかにしたい、それだけを望んでいます。